はい、皆さんこんにちは。今回は竜王軍バトルやっていこうと思います。もうよ大変じゃ。この地に迫ってくる魔物の力を感じるぞ。どうやら姫の復活を竜王や他の悪しき者に気遣えてしまったようじゃ。姫はようやく芽生えたこの地の希望を何としても守り抜かねばならぬ。ところでムーンよ、戦いの前に腹は減ってはおらぬか。わしの霞を分け与えよう。そなたの唇をわしの方に。ちょっとやっぱりチューだったか。ぶっちゅーってね。わお。はい。どうじゃ、これで戦う気力は湧いたであろう。やばかない。なるほど、そうなるわけね。なるほど。まあ、戦えますよ。はい。あー、もう一回口づけですか。はい、じゃあ行きましょう。はい。さて、棍棒も作れないヒノキの棒での戦いになりますが、どこから来るか。影の騎士。あ、こっちから来んのか。はい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 。OK。はい、まず一体。あ、裏側にいる。あ、こっちに来たね。バカめ。OK。こう落ちた時にね、ダメージ食らってくれるから、そこはいいですね。はい、OK。あ、OK かな。あ、これで終わりですね。はい。あ、旅の扉、青を手に入れた。早いね。うおー、光、光、眩しい光。光などこの地にはいらぬ。世界の半分は俺の。誰の声だ。不思議な声が聞こえましたが。木箱とかも置いちゃうか。旅の扉どこにあったんだ、私。よいしょ。よいしょ。なんかめっちゃ木箱あんねんけど。まあ、いっか。え、旅の扉どこだ。あった。おじいちゃん。よくぞ魔物たちを倒してくれた。さすがジャゾムーン。むむ、どうしたのだ。いつになく真面目腐った顔をしようってからに。何？どこからか恐ろしい声が聞こえたじゃと。わしには何も聞こえなかったが、そなたひょっとして少し疲れておるではないか。そもそもビルダーは戦うものではない。無理をさせてすまなかったの。ここでも、そなたは先の戦いで旅の扉を手に入れたようではないか。明日からその扉扱いビルダーとしてラダトームの復活に向けて力を尽くしてもらいたい。今日はゆっくり休むのじゃ。そのあばら屋を修理して眠るとよいぞ。じゃあ姫様。ありがとうございます、ムーン様。魔物たちを退治してくさったのですね。え、何ですって？どこからか不思議な声が聞こえた。私には何も聞こえませんでしたが、そのような恐ろしい声が。きっと魔物との戦いでお使いになったのでしょう。明日になれば気分が晴れるかもしれません。今日はゆっくり休まれてはいかがです。なるほど。まあ起きましょうか。はい。お、いいね。ちょっと行ってみましょうか、どうせなら。あ、旅立てない。やり残したことがあるようだって出ましたね。ちょっとセーブしよう。これ寝ないといけないのかな。なんかさ、またリムルダール編みたいな、なんか寝ると良くないことが起こりそうな気がして怖いんだけど。まあ寝ますか。おやすみなさい。確信に迫る夢でも見るのかな、ついに。あ、やっぱイベントですよね。竜王か。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方にならば世界の半分をお前にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。よろしい。ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。ほほ、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。わしからの贈り物を受け取るがよい。そなたに世界の半分、闇の世界を与えよう。これは誰の夢だ。ムーンよ、また夢を見ているのですね。それはとある戦士の忌まわしい記憶。あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。ムーン、覚えていますか。私が一番初めにあなたに言ったことを。あなたは勇者ではないのです。竜王を倒すこと、それはあなたの役目ではありません。
やっぱこの辺がねまだよくわかんないんですよね。姫が言ってる勇者がさ、あの竜王の言うことを聞いて闇の世界をもらったとしたらっていうか、多分そうだと思うんだけどね。後々その勇者にも会えるんでしょうかね。あれ、まだやり残したことがあるようで。え、何やり残したことって。おー、ムーン様ずいぶんなされてましたが、何か悪い夢でも。あー、なんとおいたわしい。昨夜あまり眠れなかったのですね。ムーン様、よろしければ少し私のおそばへ。あら、あら、体力が全回復した。私にはこのくらいしかできません。お困りの時は声をかけてください。ところでムーン様、魔物から旅の扉を手に入れられたのでしょう。扉が開くその先はおそらくかつての王都ラダトームがあった場所。まずは城の跡地で手がかりを探し、扉の先のどこかにある希望の旗を手に入れてください。人間が魔物と戦った証である希望の旗をラダトーム城の跡地に建てれば、その地に光があふれ精霊ルビスの加護を受けられることでしょう。私もここであなたのご無事を精霊ルビスにお祈りしておりますわ。なるほど。はい、おじいちゃん。おお、むんよ、そのように元気な伸びをしおってからに。昨夜はずいぶんうなされておったが、そこまで心配せずともよさそうじゃの。しかしむんよ、わしは預言者じゃ。わしには分かっておるぞ。そなたには大地の精霊ルビスが与えた使命が、役割が、責務がある。この死の大地こそそなたがビルダーとしての役目を終える運命の地。むん、もうすぐじゃ。もう少しだけ頑張るのじゃぞ。さてと、早速じゃが、そなたに新しく手に入れた青い旅の扉を使って、かつての王都ラダトームの城の跡地を目指してもらいたい。まずはその地に光をもたらし、かつてのラダトームを再建してほしいのじゃ。そなたが作り出した聖水を地面に振りまけば、死の大地は力を取り戻し、そこから物を作るための素材を得ることもできるようになるじゃろう。もし腹が減ったらわしに声をかけるのじゃ。わしと姫はここで待っておるぞ。ふむ、よし、じゃあやることが分かりましたね。行ってみましょう。ふう、じゃあ何かあったらね、戻ってくればいいんですね。おラダトーム平野、うへー。あー、やばい、この BGM。 これはなんだ、3の BGM ですか。これはなんか聞いたことありますね。ムーンよ、ついに運命の地ラダトームに着いたのですね。闇に閉ざされたその地では私の力も限られていますが、姫の祈りで今はあなたの姿がよく見えます。そこはラダトームと呼ばれていた地、あなたが最後に救うべき場所です。かつては輝きに満ち、人と物で溢れた王都がありましたが、とある戦士の裏切りで今や呪いの中心となり、見るも無残な死の大地に変わり果てています。さあ、まずはまっすぐに進み、ラダトームの城の跡地を目指しなさい。そしてその地に建てる希望の旗を見つけ出し、かつての王都ラダトームを復活させるのです。はい、あー、やばいね、これ BGM 超やばいんだけどかっこよすぎる。いや、やっぱドラクエ最高だな。よし、じゃあ行きますか。まっすぐ行けって言ってたよね。あ、すぐそこにありますね。わー、ちょっとなんか作りたいよ。ここですね。希望の旗を探せって言ってたよね。あ、なんか宝箱がある。からかな、もしかして。お、世界地図。でも私世界地図ってよく見てなかったな。へー、わーわーわー、ちょ、お前入ってくんじゃないわよ。さて、旗旗旗旗旗旗旗。お、ほうほう、ここにベッドがありますね。うん、これはアレフガルのレキテ。おお、我が故郷メルキドを出発して幾年月、ついに私はラダトームの城に行き着いた。しかしこの地は噂にたがわぬ死の世界。光も希望もなく、ここには闇と呪いしかない。闇と呪いしかないですね。やばい、ちょっと噛みまくってる、ごめんなさい。かつては繁栄を極めたラダトームの町も、今や荒れ果て見る影もないのだ。聞くところでは、この地のどこかに人々の希望を背負いながら最後の最後に裏切った闇の元凶が住んでいるらしい。しかしそのようなこと、今の私には何の関係もないことだ。私にはもう旅を続ける力は残されてはいない。私はこの地を旅の終着地にしようと思う。
もし私の旅の記録をはるかメルキドの地からここまで追ってきてくれた者がいたならば、私の辛く悲しい旅は無駄ではなかった。ここにその感謝の思いを伝えておく。最後に万一を考えて記しておこう。もしもこの死の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることだ。希望の旗はこの城跡の南にそびえ立つ魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。魔物は強く城の内部は入り組んでいる。考える最大限の準備を整えて向かうのだ。おお、私の記録を読む後の時代の冒険者よ、ヤザトームを再建しアレフガルドを復活してくれ。ガンダルさん亡くなったんでしょうかね。傷薬なんか作れるかな。あ、魔法の玉とかも作れるんだ。へえ。石の床飾り B とか。すごい、なんかめっちゃ作れんじゃん。キングベッドとかも作れるんだ。ちょっと武器とかね、あ、コンボ作れる。あ、石の剣も作れる。あと大きづちもだ。よし、じゃあちょっと、この辺に聖水を振りまけばいいのかな。と、おお、こうやって呪いを解いていけばいいんですね。よし、じゃあちょっとね、こんな感じで聖水を振りまいて呪いを解いていこう。でそれでちょっと素材集めをしないとね。はい、皆様、ちょっとね、今までずっと作業をしてまして、でとりあえずね、旗を取り戻したいので、防具とか武器とかを作ろうかなと思ってね。このなんだっけ、新鉄炉と金床だっけな、これ作って、で鋼装備を作りました。はい、鋼の盾と鋼の剣ですね。鋼の鎧だっけ、それはね、ちょっと上質な毛皮が必要だったので作れなかったんですが、まあね、ちょっとこれで行ってみようと思います。はい、とりあえず旗を取り戻さないと、希望の旗をね。はい、よいしょ。じゃあ行ってみるよと言いながらもね、場所がよくわかんないんですけど、お魔物の群れですね。ちょっと倒しちゃいましょう。よいしょ、よし、オッケー。はい、おお、石だ。で、あ、これはもらって帰ろう。料理用焚き火、いいですね。さて、城が本当にね、どっちやねんって感じなんですけど、私が向かってる方は合っているのだろうか。あ、ていうかお腹やばいな。よいしょ、食料がね、全然ね、手に入らないので、うーん、ちょっとこれお腹不安だな。ごめんなさい、ちょっとね、行くと言いながらも、やっぱりちょっとお腹不安なので、一回戻ろうと思います。ん、なんか明かりが見えますね、あそこ。あそこかな。あ、っぽいな。ちょっと鋼の剣持って行きましょう。このね、赤いとこって、私なんかマグマとかかなって思ったら、普通にね、歩けるんですよ。あー、ここだ、着いた。お、そこにいるのは誰だ。お前はまさか人間か。いや、少し違うようだな。そんなことはどうでもいい。お前のようなものがここに何のようだ。まさか希望の旗を取り戻しに来たなどと冗談を言いに来たのであるまいな。命が欲しいならとっとと立ち去れ。もし命を捨てたいのなら急ぐに入ってくるんだな。捨てたいならすぐに入ってくるんだ。なんかめっちゃ噛むな、ごめんなさい。ギャーはははは。城内の敵を倒せ。ちょっと調べよう。ヤザトームの魔城、これそのまま入っていいのかな。お邪魔します。11匹いんのか。おお、立派な城作ってんじゃない。いた。あ、これちょっとやばいぞ。ちょっとよいしょ。はい、いた。ちょ
ちょ、やばい。よいしょ。オッケー。痛い。オッケー。よいしょ。やばいな。これは、おお、インゴット。こことかは何もないかな。何もないね。何もないですな。あ、そっか、ここ出口か。11体倒さなきゃいけないんだよね。こりゃ大変だな。上に行くのかな。お、宝箱はもらっていきましょう。ベンチ。ふむ。こんなもんか。あとこっちか。ここは特に何もなさそうだね。てかすごいな、こんな大きい城とか作れるんですね。おお、いるね。やつら群れで襲ってくるからな。痛い。ちょっと待って、大金槌の方がダメージ効くかな。おお、痛い。よいしょ。はい。いただだだだだ。よいしょ。あ、傷臭いもちょっとやばくなってきましたね。げっ、強そうなのいる。よいしょ。おお、お、やばい。よいしょ。おお、あ、した。ふう、この中は毛皮か。どうせなら、なんか命の木の実とか欲しいところですが、ここはもう夜になってんのかな。あと5体倒せばいいだけなの。やばい、早速方向音痴が炸裂してますよ。私どう行けばいいんだろう。よいしょ。あ、さらに上に行けばいいかな。あ、いるね。うわー、2体。いた。わー、くそ。ぐー。わー、これはちょっとつらいぞー。はい、はい。よし。じゃあね、ちょっとちゃんと傷薬とか作っていかなきゃダメですね。装備はある。よし。じゃあね、ちょっと傷薬とか薬草をね、たくさん作っていこうと思います。いやー、前にも準備不足だったな。反省だわ。よいしょ。あの2体いるところだよね、魔人というか鎧の騎士か、いるところだね。あそこちょっと注意しないと。よいしょ。これまた最初からやり直しになるのかな、倒すの。どうなんでしょうね。はい、それではリターンマッチ行こうと思います。
ちょっとね、傷薬と薬草を作ってきたので、これでもまだ足りないかな、どうだろう。まあね、ちょっと頑張っていってみようと思いますよ。いやー、敵が強い。ここだよね、この先なんだよね。あー、やっぱ落ちてる、大量に落ちてる。はい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 、おお、ほい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 。こう2体で来られるの本当、いやいや、おお、やった、はい、1体倒した。こっちおいで、こっちこっちだよ。よし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 、いてててて、ほんと敵とのね距離感が私全然未だによくわかんない。ほい、オッケー、ふう、倒した。お、ドラゴンの柱だって。ここはまだ手に入れられないか。あ、大金槌でも持って帰れないかな、これ。あ、持って帰れる、いいね。非複石像持って帰りましょう。よいしょ。これ持って帰れないのか、うん。お、さらに上に行く階段がありまして、あと3体か。わお、わ、こいつか、やだ、いた、やだ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 、うわ、怖っ。よいしょ、怖い怖い怖い。よいしょ、 OK。 どうすればいいんだろう。いた、よいしょ、なんかダメージが取ってんのかよくわかんないですね。おう、おう、いた、魔導士邪魔。お、なに、整えた布、タペストリー、へえ、これタペストリー作れるんだ、大きなタペストリー。いやいや、そんなそんなほのぼのしてる暇はないよ。いた、よいしょ、これどう倒せばいいんだ。倒し方がよくわかんない。よいしょ、攻撃取ってんのかな。お、あ、なんだ、あ、倒したみたい。え、なんか HP がなんかどれぐらい減ってんのかっていうの分かんなかったから、よく分かんなかったけど、あ、倒した、わお、こんな倒し方ってあるんだ。で、ここの宝箱が開くわけですね。鋼のグリープ、お、やったー、希望の旗。ムーンよ、よくやりました、希望の旗を取り戻したのですね。その旗はラダトームの城の跡地に建てるのです。そこからがラダトーム復興の始まりであり、あなたの役割はもうすぐ終わることでしょう。よし、じゃあ帰ろうぜ。よかった。お、魔法の扉だって。ん、ここも、あ、ここはもうすでに開いたところだったか。あれ、あ、違うね、ほんと方向音痴なんでね。さらに下に行く階段がどっかにあったと思うんだけど、あった、はい。で、こっちか。いやー、よかった、ほんと。あ、この扉とか持って帰れないかな、持って帰れないか。あ、大金槌だといける、やった、鋼の扉ゲット。よいしょ、あ、ちょうど朝になりそうかな。よいしょ、
さーって戻って旗を立てましょう。旗立てたらさ、またなんか、あ、キノコだ、懐かしい、ニガキノコ。またなんか人が集まってきてくれますかね。ちょっと孤独は怖いよこの場所に一人っていうのは。おじいちゃんと姫がね戻ってきてくれればいいんですけどね。あ、宝箱持って帰るか、どうせなら。よいしょ、あ、あったあったあった。全然朝じゃなかったね、もうすぐ朝になるかなって言いながら。オッケー、じゃあ旗立てますか。よいしょ、はい、やったー。ちょっと今回ね動画長めになりそうですが申し訳ございません。暖かい光が溢れ出した。ムーンよ、よくやりましたね。そこがこの地でのあなたの拠点となるでしょう。あなたには物を作る力を持つ者としてそこで果たさねばならない使命があります。その一つは王都ラダトームの再建、そしてもう一つは失われた伝説の武器や防具、そして竜王を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすればあなたの責務は終わり、やがてアレフガルドは復活することでしょう。これさ、あの、私のやることが終わってしまったら私はどうなるんでしょうか。消滅するとか。ムーン、念のためもう一度言っておきます。あなたは竜王を倒す勇者ではありません。そのことは忘れないでくださいね。すべては精霊の導きのままに。はい、よし、じゃあちょっと寝ますか。あー、ようやくここでの建築生活が始まるわけで。お、また BGM が変わった。誰かいるかな。お、姫たちだ。よし、じゃあ最後にね、あのおじいちゃんとお姫様と、あと新しい住民かな、お話を聞いてお会いにしましょう。むつへたおじいちゃん、おお、おお、光とはかようにまぶしいものか。松明とは違う、なんと優しく美しい。おお、それにどうであろう、頭にかかっていたもやも晴れるかのようじゃ。これで預言者としてそなたを正しき道へと導くこともできるであろう。助かったぞムーン、そなたを長い間待っていてよかった。さあムーン、まずは失われた建物を築きラダトームを復活させようぞ。そして竜王討伐に必要な武器や道具を共に作り出していこうではないか。それこそがそなたがルビスに与えられたビルダーとしての役割なのじゃからな。はい、おお、なんと暖かい光でしょうか。そしてこの場所もなんだかとても懐かしい。ムーン様、このラダトーム城の跡地に光をもたらしていただきありがとうございます。この地に王都ラダトームを再建すること、それこそがルビスにものづくりの力を与えられたビルダーとしてのあなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいラダトームを作り上げましょう。ラダトームって微妙に言いづらいよね。そうでした、これをあなたに差し上げます。どうかラダトームの再建にお役立てくださいね。カムシ、あ、力の指輪、これはありがたい。あ、早速あのクエストが出てますね。ちょっと話聞いちゃったんですけど。ムーンよ、ラダトームの再建、これがまずそなたが果たすべき使命となろう。そしてわしの預言者としての役割はそなたを正しく道に進ませることにある。そこでじゃあムーン、そなたにはかつてこのラダトームにあった占いの間を作ってもらいたい。お、占いの間、占いの間があればラダトームの再建につながるだけでなく、そなたがビルダーとして進むべき道をより正確に示すことができるであろう。ほう、わしはこの辺りが良い、ここならかつてのラダトームに近い気がするぞ。さあムーンよ、この設計図通りに占いの間を作ってくれ。なるほど、じゃあ次は占いの間をね作ったりしないといけないみたいですね。こんにちは。おお、なんと眩しい光だろうか。そしてあのお姿はまさか姫様。それでお前は一体誰だ。随分と緊張感のない顔をしているが、ほんと失礼しちゃうわ。うん、ビルダーだと。ほう、失われたものを作る力を持つ存在なのか。すまない、私は竜王の呪いで石になっていたのだ。最近のことはわからない。ビルダーというのはつまり戦士ではなく、言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。わあ、安心したぞ。お前のようなものが竜王を倒すなどと世前事を言い出さなくて失礼な。ほうほう、私はかつてのラダトームの兵士ラスタンだ。よろしく頼むぞ。ラスタン、
よろしくお願いします。しかし、では誰が竜を倒すのだろうか。まさかこの私が。いや、そんな、はい、ということでね、新たにね、拠点の仲間が3人増えたということで、今回はここで終わりにします。はい、でおじいちゃんさんもお腹の回復とかしてくんなくなっちゃったのかな。まあしょうがないでしょう。食料をね、調達しなければいけませんね。はい、では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。